すげえ。今ね、朝ご飯食べに行きました。おお、すごい。一番屋上にプールあんだ。一人で来るにはちょうどいいホテルですね。トレーニングジムもついてるし。うわ、なんかあそこいいが優雅だな。いやー、優雅だね。ベトナムの朝ですよ。いいね。ちょっと朝食会場をね覗いてみよう。美味しいな、ベトナム料理ね。 Today OK. I go to restaurant. Tomorrow. 朝は同じだよね。ちょっとパン美味しそうだけどね。さすがパンにこだわってるからソースの量が多いね。あと、フォーは必ずありますね。明日行こうよ。Thank you. Tomorrow. Today, pay me. I'll say. Yeah. Thank you. 明日食べよう。あんまりちょっとそそらなかった。いや、美味しそうだけどね。家で毎日ですからすごいけどさ。トレーニングジムはまあ、多分走るとこがあるぐらいじゃないですかね。今度ね、またホテルチェンジしたとこがすごい大きいですよね。ああ、予定通りとか予想通りぐらいの大きさだね。あ、でもベンチあるんだ、ちゃんと。へえ。これはまあ、引っ張るなって、ベンチあって。ダンベルあって、懸垂が懸垂だけどっかでやれたら問題ないけど、まあ別に問題ないね、これね。重さがあんまないぐらいで。いけますね、全然。いいじゃないですか。ちょっと土日はね、私土日はちょっとトレーニング休みなんで、そこだけはね、ちょっと働く人と一緒なんですよね。さあ、今から行きますぜ。ちょっと髪切りと、あとパインに。やっぱ熱量がすごいね。俺さ、こんな暑いのにいいのかな、この肉そのままで。インドもそうだったんですけどね。こんな暑いのにいいのかな、ね。まあ、いいのかなって言ったってないからやってんだろうけどね。おしゃれ。なんかでもやっぱセンスいいね。かっこいい T シャツ売ってるかもね、ここなら。かっこいいカフェを発見しちゃったな。もう味がありますね。これ多分さ、かっこよくやってるつもりじゃなくて本当に古いだけだと思うんだけど、なんかかっこいいよね。いいね。本当になんかこのおしゃれ文化は素晴らしいな。暑い。いやー、暑い。これ食べれないんだね。サブウェイみたいな。おお。美味しいらしいけどね。さあ、ちょっと行きましょう。よし。コーヒー屋を探そう。いや、すごいな、これベトナムコーヒー。このまま来たぞ。うわ、なんでこんなコーヒー来たんだろう。ふぅ、なんか間違えたな。あれベトナムコーヒーって書いてある。ちょっと考えてたのと違うな。
らなんでこのフランスパイで選ばれるの。フランスパンって硬いんですけど柔らかいんだよね、最近日本でもやっぱりあのデザムのパインミーの現地の人がね作ってるんで結構美味しいですよね、日本もやっぱこれはレベルが変わらないかもしれないね。朝ごはんちょうどこいいわ、肉も野菜も入ってるし、ほんと美味しい。おすすめ髪切りに行こうかな、もうずっと帽子かぶってる、髪ぐっちゃぐちゃでセックスするのめんどくさかったんで、ちょっと髪切ろう。ナイスカラーね、ナイスカラー。 Thank you very much. Thank you very much. じゃあちょっとあの pay money, okay? How much? Men's got $15. Dollars? Yes. Okay. American dollars. Yeah.You are normal style $15. Yeah. Hair sample $6. Yeah. Full color short hair $55. Wow, 55 na color ga. Oh, okay. Okay. So credit card. You have your number. Card, no, don. I don't have don. Card, okay.Yeah, hotel reception lady, recommend here. Recommend here. Yeah. Oh, very nice. Very nice. So. Thank you very much. Thank you. じゃあちょっとね、歩いていきましょう。大変だな。しかし暑いわ、これ。だいぶ沈んだけどな。ピー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 、相当うるさいね。あれもさ、よくてくれないんだよね。なんでなのこれ、もう横断歩道もないでもないでこれね、うるさい。ちょっと移動します。すっごい気になるな、なんかみんな食べてるんですけど美味しそうだな、これ今度来るわ。いやー美味しそうだね、どれも美味しそうでね。喫茶店ばっかり、すごい、どれもめちゃおしゃれだもんね。ちょっとこのおしゃれ感はなんかバリのウブドにちょっと匹敵するものがありますね。ちょっと雰囲気違うんですけど、うわー美味しそう、美味しそうだねここも。しかしね、ここのねカフェ文化はすごいわ。至る所にカフェありますよ、ちょっと歩けばカフェだ、すごいなこれは。こりゃびっくりするね、もう歩けばカフェ、すごい、いいなぁ、こんないっぱいカフェあったら。おぉ、危ない危ない、ちょ、しかし、おぉ、もうね、油断してるとね、この横断歩道も何もないんだよな。これはまた見つけちゃったね、良さげな店を。こうだろうね、並んでる店はもう間違いないよね。なんだろうな、こうでしょうか。あ、いいですね。相当おいしいよこれ多分。こんなのないよね。
美味しいね、麺が。Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. How much? 80? 20? Yeah, sorry.120円ですね。うわー、ロッティ懐かしい。おお、懐かしいよこれ。シンガポールとマレーシアで流行ったよね。すごい。塩とバターと砂糖。なんでこんなお腹いっぱいになったの。中バターなんですけど、塩のバターなんですよ。甘いんだけど、ちょっと濃いやつだよ。昔さ、タイで、昔タイで流行ったんだけど、あっという間に潰れたんですよ、この店。ロティーボーイ。そう、懐かしい。ロティーボーイ。うん。ロティーボーイもかかるだろうな。なんかマレーシアで人気になったんですね。パインミー食べて、フォー食べて、ロティーだよ。参りました。さっきのレストランが食べたいものが食べたい料理がねなかったということで、今その料理があるだろうあろうだろう、レストランに向かっております。 1.7 キロぐらい先ですね。まあね、昨日もちょっとぼったくられちゃってね。まあ要するにね、本当は4万ドンなんですよ。40,004 ドン、4万ドンなんですけど、いや40万ドンだよみたいな感じでね。で、表示がね、表示がちょっとおかしいんだよね。40って出ちゃうから、日本人ちょっと分かりづらいんですよ、あれまた。で、絶対それはないよなと思いながら、そんな悪いように見えないからなと思ってね。で、払ったら嘘だったというね。ひどいよね、しかし良すぎるわ。なのでね、今ね、運転手さんがね、2万ドンですって言ってね。安いですよ、2万ドンなんて。2万ドンは安いわね。120円ぐらいだから。まあタイのタクシーもそんなもんなんですけどね。しかしな、フィリピンも一桁騙してくるし、こっちも一桁騙すし、ちょっと一桁はちょっと、あんまり経験なかったんで、逆に騙されちゃいますね。微妙な年だったら、おいとか言って言えんだけど、一桁あれおかしいな、なんかこっちが間違えてんじゃないかって、一瞬ね、あんまりも高いから、半分までできるのも大変じゃないかとか、いろいろ考えちゃうんですよ。ところはね、ただね、大げさに騙してるだけなんで、あれはね、ちょっと釣られちゃいけませんね。これは今回はね、意外とそういう経験初めてだったんで、やられちゃいましたね。まあしょうがない、これも経験です。映画です。うわ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 、これを行く。うわおっかすごいな。だからいいんだけど、これね、横から突っ込んでくるから怖いね。もう、いや、迫力あるわ。おお、こんなとこなんだ。いいね。着いた。よかった、着いて。すごい、まともにいい人だったんで、多めに渡しておきますよ、ちょっと。あー、チップ。Thank you. Thank you. ありがとう。ちょっと行くか、俺もう頑張って。この人で、オーケー。Thank you. One people?
OK? うわぁ、素晴らしいね。あぁ、すごいね。うわぁ、すげぇ。 OK, good. OK、さあ、メニュー、お、写真付きだ。やったね。これはすごい。一人では食べれないパターンですね。何このブラックライス。ジャンナちゃんはね、食いしん坊だからもう。今4つ頼みましたよ。食べるかな。結構こう王道の4品を食べましたね。いやー、なんかいろいろあるんだけどな、本当は食べたいの。美味しいスープとかね。なんだろうな、あ、これか。ウィッシュスープ120万ドル。え、120万ドル。あ、大丈夫かね。飲みたいな、ちゃんと飲むかな。120万、300円。スープ、フィッシュスープ、フィッシュスープ。 OK、 This one? You wanna? Yeah. OK? OK. Very goodOK, OK. これはね、めっちゃいいとこだ。地元の人になんか愛されてる、ちょっと外れの湖のほとりにあるレストランだから、すごい人がいっぱいいますよ。そうだ、ベトナムのデザートまだ食べてないな。興味ある。すごいね。素晴らしいな、これだけの人が。これね、間違いないと思うんですよ、ここ。なんだね、なんかイソギンチャクみたいなのがいますけど。いや、これはすごいわ。フィッシュ、いや、そうだ、ノーハップ。ノーハップ。チェーンス、チェーンス、ナンバー7、ナンバー8。OK, I think it. Thank you. Thank you. まあ、見るからに薄いね。また俺、ド派手なことになってきましたね。いきなりすごい量です。かー、なんでこういう、この揚げ物だけ量が多いの。くわー、マジか。ちょっと待って、これこれはちょっと無理だよ。きゃオッケー、オッケー、オッケー。うわあ、うめえな。よし、じゃあもうこの勢いで生アルバいっちゃいますよ。絶対おいしいぞこれ。ハーブがちょっと効いてるんですけど、うまい。うん、中身ね、ほら、白い麺が入ってます。これ美味しいよね。ハーブがね、傷すぎないでいいわ。うん、タレも美味しい。うん、甘いわけじゃなくて、うん、日本ではちょっと甘いんだよ。ちょっと揚げ春巻き、うまいんだよね、これはこれで。うわ、これはうまい。うわ、さっきは白い麺のね、入ってたんだけど、こっちは春雨ですね。なんだろう、なんか家庭で言うと、なんか家庭のコロッケみたいなね。そういう中で、ね、美味しさと高級感もちょっとあるけど、うまい。なんかすげえしっとりしてますね。具材が異様に入ってますよ。異様に。
うわ、やるな。うん、これはいい店見つけてしまった。昔ね、ホーチミンですごい美味しいベトナム料理食べて感動したんですよ。やっぱりね、ちょっとワンランクで上のところ美味しいですよ。うん、本当におすすめ。まあいろいろさ、屋台も美味しいと思うんだけど、屋台というか出店みたいなところ、いやーこれね、ぜひね、こういう食べ方もね、知れて安いんですよ、ここ。さっきフカヒレで間違えて7000か8000の頼んじゃいそうになっちゃったけど、フィッシュって書いてあったから、フカヒレじゃないよなって、まあ、にしては安いし、いいなとか思って、そしたら、しょげた間違えてました。これ。これ何？これ何？久々食べたな。その言ってた、ホーチミンの、ちょっと高級店で、6年前か食べたのが、初めてだったんですけど、そっからなんかね、好きになっちゃって、日本ではないんで食べてなかったですね。これ何よ、うまっ、うまいな、この2つ。なんていうの、具材のね、中身がね、全然違う。日本人の口に合う。これはうますぎるよ。こんなボリューミーには作れないからね。ちっちゃいじゃないですか、こういうのって。なんか普通。本場の、なんかいい味噌、うまい。うん。これはすごいわ。うわ。これ、あんま食べたことないよ。隠されてたのか。はぁ、綺麗にやっていただいてありがとうございます。本当にいいですよ、いいですよ、適当で。うん、Thank you。 で、これ OK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 。 これ一人で食べる量なの、ワンピーポーね。これスリーピーポーぐらいね、すごい量なんですけど、うわこれはすごい。これで、で、いただきます。うまい、おいしい。私、あの、エルカネックね、プロレスラーのメキシカンの。エルカネックがタコスを食べてるのを見て、それ以来ずっとあの、タコツが好きなんですけど、それを彷彿させるようなこの巻物って、なんか北京ダックもそうだけど、なんかいいよね。あの日本の春巻きとかそうじゃなくて、こうなんつうの、日本で馴染みのない生の春巻きとかコーンとかそういうのをものすごいなんかね、ゾクゾクしちゃうんですよね。これだよ、だってこれ紙じゃないから、びっくりだこれ。めちゃくちゃうまいこれ。ハーブがさ、普通はハーブ食べづらいんだけど、ほんとうまいし、この卵の皮がパリパリしてて甘辛く、すんごい食べやすいやつでさ、スーッと入っちゃう。外国人がいなくて、これだけ高級店で人気があるっていうのは、コスパもいいし、最高に美味しいってことですね。テンション上がったな。昨日ちょっとタクシーで一桁金額怒られて、若干腹立ってたんですけどね、まあ、起きたら忘れてたけど、これは素晴らしい。なんかなんとかね食べましたけど、なんかねコーヒーとデザート飲んだら、なんかここ座っていいよって、あ、ダメか。 Thank you。 おー、いいね、ベリーベリー、いいし、なんか
涼しいわ。デザートとコーヒー飲んでさ、こっちに行かれました。よかった、素晴らしい景色でした。飲んだんだけどね、アイスコーヒーも、あ、うめえ。あれ、これあれだな、ブラックだな。まあいいや、ブラックで。あのコンデンスがね、ほんとあれなんですけど、こっちの間でもいい感じ。うまいね、ブラックでスッと飲めるよね。おお、うまい。なんなのこれ、チーズうまいね。なんこれ、普通に飲んだとさ、ケーキとか白玉とかなるでしょうけど、ねえ、チョコレートとか、こんなもん、なんかサクサクしたもんとか、ニュルッとしたもんとか、スライムみたいな、いろんなものがあって美味しいな、これ。やっぱりね、初めて尽くしって楽しいね。いや、初めてって前ね、16年前来てるんですよ。来てるんだけど、今人生の中の3日ぐらいですからね、ちょっと忘れちゃってるから。しかしね、今回もいろいろ巡りましたけど、ハノイはね、食べるの楽しい、あれでも賑やか、いいとこですよ、気持ちいいしね。なのでね、また機会があったら来たいなと思います。今日あとこのレストランが最高でした、ね、やっぱちょっとね、外れてるんで、ね、観光客がいないわけですよ。観光客いなくてこれだけの人数をいるってね、すごいなと思って。今回意外と深かったな、でもいろんなもん見たね。フィリピンで島行って、マニラ行って、ゴミダメ山、それでプノンペンでベトナムだからね。16年前にプノンペンとベトナム来たんですけど、それ以来だったね。一回来てからハノイはね、初めてだった。いや、最高でした。ここいろんなもん食べたいな。これだけ食べて4000円ぐらいかな。ビール飲んでおかわりしてデザート食べて、あんなでかいの2人分だよね。いや、これは安いわ。これでもね、高級店みたいですけどね。うわー、安い、4000円。だから前だったら2000台かもしれないね。今農園はダメですから。この店おすすめですね、完全におすすめです。ぜひね、ハノイ来たら来てください。いやー、美味しかった。